皆さんこんにちは、佐藤大介です。佐藤のラジオ第419回よろしくお願いします。はい、今回は明治安田生命 J1 リーグ第31節、名古屋グランパス対サンフレッチェ広島の一戦について展望を話していきたいと思います。試合は10月3日日曜日15時、エディオンスタジアムで行われます。はい、で、対戦相手、サンフレッチェ広島なんですが、ここまでリーグ戦31試合を戦って、 10勝9敗12分け勝ち点42ということですそしてサンフレッチェに関するニュースとしては塩谷選手の復帰が発表されました塩、まあ、谷選手はね日本代表経験もあり、まあ、広島から海外へ移籍してまた戻ってくるということで大きな戦力が復帰するということなんですが、まあ、日曜日の試合にはね出場しないというふうに思われます で、日曜日の試合に影響がありそうなニュースでいうと、ドーグラス・ビエイラ選手の負傷離脱ですね、おそらくワントップを務める1番手の選手だったと思うので、サンフレッチャーにとってはドーグラス・ビエイラ選手の離脱、影響というのは小さくないのかなというふうに 思いますますあただね、当然あのー、他にもいい選手揃っているので、あのー、だからグランパスが有利になるというような次元ではないとは思います。ただ、影響がないことはないということなんだと思います。で、サンフレッチェ、フォーメーションは3、4、2、1だと思います。今期のね 当初は4バックにも取り組んでいたようですが、まああのー、とりあえずと言いますか、3バックにここのところは落ち着いているのかなというふうに思います。で、まあ、相手3バック対するグランパスは4バックということで、フォーメーションとしてはまあずれると言いますかね、中盤の人数だったり、構成が異なることになる。 とということで、まあ、グランパスとしては守備の時にに、ね、しっかりと捕まえなければいけないということになりますし攻撃の時はギャップをつきたいということに、まあ、それはお互いに冷えることでしょうけれどもそういう組み合わせになるのかなとで特にグランパス守備の時の見方をすると広島のボランチの選手だったりセンターバックの選手も含めて攻撃に参加してくることがあると思うので、まあ、ここは自由にやらせたくないでしょうし やっぱり前線の選手もしっかりとね守備を、あのー、頑張ってもらうというかねあの自分の役割は最低限果たしてもらう必要はあるのではないのかなというふうに思いますまあサンフレッチェ広島特徴のあるチームだと思いますでグランパス前節から中6日というところである程度準備期間はあったと思いますのでグランパスがどのようなサッカーをするのかというところも注目かなというふうに思います ははいでは名古屋グランパススタメン予想なんですが、ゴールキーパーランゲラック選手、ディフェンダー右からルセ選手、中谷選手、キム・ミンテ選手、吉田選手、ボランチは稲垣選手、長澤選手、2列目は右にマテウス選手、左に森下選手、中央はシュビルソク選手と前田選手という11名を予想しました。まあ、前節から中6日空いて迎える試合というところで、まあ、オフも。 1>, 1日だったと思いますけれど、取ってで、準備期間もあってという試合なので、スタメンが、ね、どういうふうになるのかというのは、なかなか呼びづらいなと、ただ、まあ、連戦中はかなりいい流れ、成績できていたので、まあ、基本的には連戦中のメンバーを踏襲するのではないかというふうに予想をしました。 でキム・ミンテ選手の負傷の程度ですね、ちょっとよく分かりませんあの、私はスタメン予想したんですが、まあ、これは期待も込めてというところなので、実際のところはどうなのか分、あのー、かりませんあの、ひょっとしたらあのキム・ミンテ選手のところに木本選手が入るとか、藤井選手が入るということも十分にありうるのかなと思っておりますが、やっぱりキム・ミンテ選手 かなり攻守に大きな影響あるので、ぜひ、怪我の程度、軽傷であってほしい、日曜日の試合も出てほしいなというふうに期待も込めて予想をしました。はい、で試合の展望なんですけれども、まあ、グランパスとしては、日曜日の試合は、まあ、連戦を終えて、まあ、一息ついてまあオフもあったりということで、休養も取れ、準備期間もしっかりあった中での試合になるので、コンディションとしては、 良くななっていいいるのかなという,ふうに思いますただね、その一方で、やっぱり連戦時はいい結果でずっと来ていたので、勢いはかなりあったと思います。チームとしてもいい雰囲気であの結果を出して出してきていたので、い、あのー、い雰囲気だったと思うんですけれども、まあ、そういったね、いい流れみたいなものも、一旦は、いい流れというか、勢いみたいなものは、一旦 リセットされるかなというふうに思いますので仕切り直してこの試合を、あのー、しっかり戦っていく、まあ、グランパスとしてはやっぱりこの試合もねまた取って、あのー、再び勢いだったりいい流れを呼び起こしていく試合そうして最終盤にまたねいい流れを作っていきたいという試合になると思います、まあ、グランパスとしてはただやることは変わらないということだと思いますしっかりと。 守っていい守備からいい攻撃につなげていきたいということになるかと思います。で、サンフレッチェ広島、攻撃の時にはね、あのー、人数をかけてくることもあると思います。あのウイングバックだけではなくて、ボランチの選手だったり、センターバックのね選手の1人が攻撃に参加してきてみたいなこともあると思います。で、まあ、そんな展開でグランパスが避けたいのは、 自陣に押し込まれてしまうこと自体は、まあ、ある程度想定されると思いますグランパスの守り方としては。で避けたいのはそこからハイプレスをかけられて悪い失い方をして二次攻撃三次攻撃を受けるという展開を避けたいと。まああの一次攻撃は仕方がないと思うので。で グランパスは人につく守り方をすると思うのである程度相手が前に出てくるとグランパスも下がるというところは仕方がないと思うんですけれどもそこからずるずると何て言うんでしょう押し込まれてしまってプレスに屈して悪い失しない方というのが、まあ、グランパスとしては一番避けたい展開だと思いますなので後ろで奪った時にどう攻撃につなげていくのかというところが。 あのー、まあ課題と言いますかね注目ポイントかなとでシュビルツク選手がピッチ上にいる場合はまずはシュビルツク選手の足元にくさびのパスを入れるというのが、まあ、優先順位の第1位なんだとは思いますただやっぱりどんな場面でもシュビルツク選手にくさびのパスを入れられるかというと多分そうではなくて ボール保持者がプレッシャーをかけられていて、まあ、いいパスが蹴られ,蹴れる状況ではなかったり、守備ビ選手がマークに合っていて、足元では受けられないという状況も当然考えられると思うので、まあ、そういった時に2番目、3番目の狙いをチームとして用意しておいてほしいなと、そういったところの準備ができているかどうかで、やっぱり。 展開とというののも大きくく変わってくるのかなと、まあ、例えばシビレソク選手のもう足元ではなくて頭を狙うということも一つだと思いますし逆サイドの、ね、サイドハーフの前にもうフィードを蹴ってしまうということも一つの方法かなというふうに思います。まああのー、いい攻撃につながるパスというのがベストだとは思いますけれども無理にパスを出そうとしてそこでカットしてされて。 で逆にピンチを招くというのはやっぱりリスクが大きいと思うのであのまあ、攻撃につなげるパスが出せるときは出すんですけれどももうそうじゃない、ちょっとそこで取られて危ないなという時にはまあ、裏に蹴る。 というのも、まあ一つのもつ有効な,あの選択なのかなと思いますで、それであのサイドハーフの選手が走ってうまく裏取れれば大チャンスになりますし、まあ、そうでなくてもまたあの相手陣からグランパスは守備を始められるというところで、まあ、陣地は回復できるというところなので、まあ、あの全部が全部蹴ればいいっていう話ではないと思うんですけど状況によってはもうあ,のある種割り切ってフィードを蹴るという。 時も必要ななのかなという,ふうに思いますでまあグランパス攻撃陣まあシュビリ族選手加入後かなり何なて言うんでしょういい、あのー、刺激がね加わってシュビリ族選手がまあ基本的には点取ってますけれども周りの選手にもねいいチャンス多く来ています2列目の選手はね本当に得点惜しいチャンスまで、あのー、行ってますしあの選手たちはねもう 次は俺こそがと思ってると思いますのでね、存分に、あのー、暴れてほしいですし、まあ、攻撃陣、得点期待したいなというふうに思います。はい、で、ググランパス、リーグ戦今期 残り試合数、日曜日の試合も含めて残り7ということになってきました、もうかなり過境ということで,で、かつ順位を争うチームとの勝ち点差もかなり詰まっているという状況です。まあ、そうなってくると、当然、勝ち点の一つだったり、得失点差の一つというのが大きく順位に影響してくる、かなり重要度が増してくるということになろうかと思います。なのででこれまで以上に 一つ一つのプレーが重要ですしプレッシャーもかかる状況になってくると思います。でね、ね日曜日アウェーでサンフレッチェ広島戦ということで簡単ではないと思うんですがグランパスね上位戦線になんとか踏みとどまるためにもアウェーで勝ち点3をもぎ取って帰ってきてほしいなというふうに思います。 はい、そんなところで佐藤のラジオ第419回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。